8月26日、第33回中島トライアスロン大会が開催されました。この大会は、スポーツを通じて地域住民らの交流や地域の活性化などを目的に、毎年この時期に行っています。中島トライアスロン大会の前に、まずは第24回ジュニアアクアスロン大会が行われました。県内外の小学5、6年生77人が参加し、スイム150メートル、ラン1500メートルに挑み、見事全員完走を果たしました。今年の中島トライアスロンは、宿泊の受け入れ限度や同じ日に開催された県内のトライアスロン大会などの影響により、例年に比べて参加者は少なくなったとのことでしたが、それでも300人以上のトライアスリートたちが集まり、日頃鍛えている肉体の限界に挑みました。10時30分、大会会長の野地勝人松山市長による号砲で、スタートを切ったアスリートたちは、スイム 1.5 キロ、バイク40キロ、ラン10キロの競技を行いました。アスリートたちは沿道の声援を受けながら、30度を超える暑さにも負けず完走を目指していました。ダブル台風ですごく心配してたんですけれども、おかげさまで、いつも以上に暑い日になりまして、でしかも暑いけれども今年はバイクの事故がなくてですね、大変安心しました。今年はですね、やっぱり総合の優勝争いが例年以上に刺激的だったですね。我々も本部でね、予想してたんですけれども、なかなかみんながですね、いや何番の選手だ何番の選手だって言ってね、意見が分かれるぐらい、激しい争いで、でもまあ新しい方も出てきまして、素晴らしかったなと思います。入ってきました、58番山崎弘明選手、吉田選手、山崎選手、ウィニッシュ、2分9秒台で入ってきました。自分に負けないという安藤智恵選手、見事女子1位、昨年の女子1位、そして2連覇。やはり中島5年ぶりで、自分の優勝どうのこうのではなくて、地元の方の声援とか、運営スタッフの素晴らしさとか、そういうのを感じ取ることができて、本当につくづく中島大会いいなと、思ってます。特に今年は酷暑ですか、すごく暑かったじゃないですか、その中で、ライバルたちもやってるなっていうふうにモチベーションを上げることが、大変だった。でその中で実行するのも、もちろん大変なんですけど、やっぱりライバルのことをいつも年間通して考えているところが、ある意味幸せかもしれないですね。やっぱ2連覇できて嬉しいなっていう気持ちですね。苦しかったのはバイクランの練習がきつかったです。特に一人で春に練習してたのがすごい寂しくて辛かったんで、やっぱそれを思い出したら、いやここで負けてられんなっていう気持ちになりましたね。来年3連覇できるようにしっかり練習、そして怪我しないように頑張りたいと思います。フィニッシュではアスリート一人一人に拍手が送られ、完走した喜びを家族や友人らと共に分かち合っていました。